そうなんですよ、結構意外と意外で、意外ですね。なんかそのアニメが好きというよりか可愛いものが好きみたいな感じですね。さあ、そんな可愛いもの好きの角前選手は黒タン。珍しい、珍しいですね。なんか角前さんといえば赤タン使ってるイメージなんですけど、種子替えかな。種子替え、黒タンって来てるのは、はい、まあ環境のそのと、なんていうんですかね、デッキアーキタイプの中では、はい、まあ、存在はしているんですか。初期にちょこちょこいたのですが、うん、今はもう死滅種に近いですね。というのもちょっと赤タンに分が悪いという、うん、欠点と、うん、まあサイドボード後ですね、やることが結構少なすぎて、例えば赤タンであれば、チャンドラと栄光をもたらすものっていう明確にその対コントロール用、対コントロールというよりコントロール側に立ち回れるサイドボードがあるのですが、黒タン側はそういうカードがあまりない。まあ、タンです、手札破壊ですね、脅迫を入れたり追加の除去を入れたりくらいのことしかできないと、あとハズレットがないというのが大きいですね。初期の頃はそのハズレットを無理やり入れた黒赤というバージョンも存在したんですが、今回持ち込んでいるのは黒タン、珍しいですね。戦術あんまりガンで、そうですね、除去が多めで、で方や林さんのデッキはスルタイエネルギー、スルタイエネルギー、これもそのプロツアー優勝者がスルタエネルギーを使っていたというのでクローズアップされたのですが、その後でやっぱりティムールには相性悪いよねみたいな形で勢力を交代させたデッキですね。お互いに珍しいデッキ同士のマッチアップだな。スタートとしてはどうでしょうか。スルタエネルギーとしては2ターン目にオーバリスタというのはあまりいい動きではない、うん、できれば、ヘビなり、そうですね、キバナガジュなりといったもっとパワー2以上の打撃力のあるカードからスタートしたいってところですが、まあ、黒マナがないということですね。で片や角前さんの方は動きとしてはいいですね、一押しで除去してから偽ボブこと、なんだ、収集会の講習会ですか、ね、講習会ですか、収集会いいですね。なんかめんどくさいでいつも偽ボブって言ってますね。プラスこの再起ある霊気体、はい、体を出していくと、そうですね、でこれこのアタックに対してはブロックしましたね、うん、別に無視してもいいかなと思ったのですが、トレードすることを選択した上でバリスタ、素直に死なざるを得ないのですが、それで除去を合わせようかなというとこでしょうか。除去を悩んでるということは確実に、そうですね、致命的な一押しはあると。でこのターンに打つかそれか待ってもいいかなというところでしょうか。まあただ悩んじゃったのでもうバレてると思うので打ったみたいな形でしょうね。角前さん的にはあの一押いつでも打てるような状況なので、このターン中でも多分2アクションができない、疑似2アクションでそのこのターンに打っても次のターンに打っても概ね変わらないから悩んでたみたいな形ですね。うまいことマナを使ってくれて、その次のターンにパンプアップのスタックで合わせるのが、合わせることができたらテンポを取れるけど、まあさすがにそんなことはないよねみたいな感じでしょうか。なるほど。ここで3体目のバリスタですが、はい、これにはキャンシンコで、そうですね、まああまり意味はないかな、うん、くらいの感じですね、うん、もう
タフネス1のクリーチャーが多分角前さんのデッキにほぼ入っていないというか、手札1枚ですしね。それよりかはそうですね、この巻きつき蛇が残ることの方が問題かなという、そう4マナ払って11カウンターを1個乗せる程度だとそれほど大きなインパクトはないのですが、巻きつき蛇が存在しちゃうと一気に状況は変わってしまうので、今もし角前さんが除去を合わせるとしたらこの蛇に打ち込むという、まずは蛇をなんとかしないとかな、かといってこの蛇を放置、蛇を殺したとしてもそうするとこの偽ボブの方がもうエネルギーが5個ですからね、ほとんど実質毎ターンドローができちゃうので、それはそれで苦しいと、優先度的にはもうこの順番でしょうね、どういう風な攻撃をしていくかというところ。普通に考えるとキランの新以号のアタックはまず入れるとして、ライフを9に落とし込んで、でもういっそこのターン中に1点ルーズをして8にするのもありかなと思うのですが、ここで野辺に、はい、はい、結構いろいろな能力ついてるんですけどね、いかんせん本人が 2-2 なので、盤面で殴りに行けないと、除去とかを合わせて 3-3 以上にすると急に強くなるんですけどね、なのでなるほど、登場してで2-2と 1-2 で登場して見た目上攻撃に行ける3-2を使ったと、でそれで致命的な一押しを合わせて、1回でもクリーチャーの相打ちが発生すると野辺にもこれから攻撃に行けるので、そうですね、であわよくば7点入れたいなというところだったのですが、一押しで阻まれて、でここからは林さんのターンですね。さあ収集車のドローで、はい、ライフも余裕がありますし、ちょっとリスクを取って攻撃してもいいし、もししなくても守りに行ってもいい局面、あえて攻撃に向かいましたね。ということは後続はかなり強いのかな、2アクション取れるか、例えばクリーチャー除去みたいな感じですね、ミド黒なので巻きつきヘビにプラスでクリーチャー角前さん的には一番嫌なのが2マナ圏のクリーチャーが2体出た上で一押し構えられる、一押しあるいはそうですね、顕在的防御を構えられるっていうのが最悪のパターンですね。まずは2マナ圏のカード、そして3マナからならずもの、エネルギーが、2プラス2か、4つですね、4つになって、でワンドロー、で盤面に3体いるので一応ダメージは通らないよという状況ですね。これはかなり厳しいですね、厳しいですね。野辺にのそのクリーチャーが死ぬことによってプラス1カウンターが乗ってオンになったとしても、そこから残り9のライフを削りに行くというのは、林さんからしてみれば野辺にって別に
そのトランプルなり突き抜ける能力は持っていないので、うん、ただ単にジャンプブロックをし続けるだけでも大丈夫という、うん、ここで攻撃に行けてないというのも苦しいですね、うん、その角前さん的には、本来であれば攻撃に行ってプレッシャーを与えたいところなのですが、うん、そうしてしまうと返して自分が死んでしまう可能性があるので、うん、こういうブロックをブロックとしてブロッカーとして残さざるを得ないという。さあここで使ったのは、はい、超常的耐久力ブラニープラゼロで、死んだ時にタップ状態で帰ってくるという。なるほど。さあこれでヤヘンニが44、はい、これでブロッカーとしての機能は一応達成しました、うん、で盤面的にもまあまあ見た目上はそれなりに戦えるといったところでしょうか、うん、やはりこの収集会のドローですね、はい、そうですね、効いてきますね、やはりが大きいですね、うん、で野変にを対処しないでくれっていうのが本音でしょうが、うん、あ対処されちゃいますね。これはダメこれはすごいですね。人質に取られて最悪帰ってきたとしてもまた 2-2 で、うん、まあですね、レベル1からやり直しなので、うん、ダメージを入れていく。うーん、バリスタも一緒に行った方がいいかなとはちょっと思ってるんですけどね、うん、現状 1-1 で何もしないのでジャンプブロックをしたとしても、うーん、まあ、ライフが7はまだ安全圏内なので、うん、どうやっても死ぬことはないので、次のターンで決着をつけようみたいな感じでしょうかね。これでアタックで6になってからバリスタを投げるのかな、ちょっと微妙な気がしますけどね、うん、普通に考えると2-3と 1-2 をトレードさす、トレードっていうか一方的に打ち取ってライフを3にはしたくないかな、バリスタを捨ててもいいかなという印象ですね。まあ、殴りに行かなかったということはブロックのために残したということだと思うのですが、どうでしょう、悩んでいますが、そうですね、3まで落としていいものなのかとか、例えば何かの組み合わせで3になった時に死んでしまうんじゃないかみたいなことを林さんは考えてるんでしょうね。あるいは全スルーした場合で、そうですね、返して打ち取れるかどうかみたいなところも考えてるんじゃないでしょうか。一応もし角前さんの手札が何も土地でもなく、うん、キャストして意味がない、例えばキラの新遺号とかだった場合、盤面でバリスタが残っていると攻撃した上でプラス1カウンターを4マナで払ってで殺せるので、あ、なるほど、うん、勝ってるんですよね。でこの上で 2-3 をブロックしてまた超常的探求をされるとヤブヘビになっちゃうので、どうしようかな、スルーしてディスクを取りに行こうかなみたいな感じですね。まあ、ちょっとバリスタやっぱり攻撃してた方が僕は好みなんですけどね。でこれこの選択をしたってことはリスクを取りたくないのでスルーした方がいいとは思いますが、する、多分そうですね、スルーしてでそこでも何もできない角前さんが投了みたいな形かな。さあラウンド中、まずは1本目は林貴友選手が、はい、まずは1本勝利と。さて、先手の角前さんまた土地1枚なのかな、ね、結構悩むような手札、多分1マナのクリーチャーと除去は
って軽いけどどうしようかな、かな、あー、まあ、キープしたっぽいのかな。で硬い林さんはマリガン、ちょっと重すぎた、うん、ちょ気がしますね。そうですね、マリガンで6枚どうでしょうか。6枚の手札はキープしましたね、うん、戦術でスタート。まさかこのカードが構築で使われるとはねという印象なのですが、ターンは確かに普通の22よりか強いですからね、うん、言われてみたらまあ使われても、うん、おかしくはないかと思うんですけど、初めて構築で見たときはびっくりしましたね、うん、でそこから土地を引いた、多分打点重視の選択なのかな。忍耐展開して打点重視に行きましたね。これで見た目上で6点のクロック、角前さん的にはバリスタだけはやめてみたいな感じですね。がそのバリスタが一体倒すだけとどまりましたね。そうですね、まあ攻撃時に2点ルーズが発生するので実質の点では変わらないってことでしょうかね。角前さん的には状況どんな状況でもその状況でも損してしまうのよ、うん、まあ、2体目のバリスタが出てきた、これはやだしかも緑マナが立っている、なんか見た目上嫌だなと思いつつ、まあ、まずはターンを返して投資をどう合わせるかですね。しかもこのターンは即除去をしなかった、怪しい、とてもうさんくさい。そうですね、まずは攻撃して本当に顕在的防御持ってんのっていぶり出しにかかりましたね。防御を持っているっぽい動きをしているんですよね、うん、前回は即除去として使ったのに、うん、今回は場に残している、なんだろうなというところでしょうか。からのスルーを選択、ライフを7に落とし込んだ。あれこれ通しちゃったのみたいな感じでしょうね、うん、通しちゃうとライフが詰まるけど大丈夫かな、何持ってんのかなというのが角前さんで、一方林さん的にはどうなんでしょうね、実は持ってないという可能性もありますし、うん、これはできないですね、うん、あ、そうですね、なるほど、勘違い、なるほど、この動きは知ってますね何もないってやつですね黒、そうか、黒緑を残したつもりが青緑を立たせちゃってたみたいな、まあ、これは大体何もないですね、うん、ライフが7で角前さん的にはライフが詰めれてる状況なので、うん、バリスタが何かのアクションしたときに一押しを合わせるだけでいい、うん、それだけでそのうち苦しくなって使ってくれるので、うん、そのアクションにさらに一押しで合わせればいいという作業ですね。とりあえず攻撃していいかって聞いてから攻撃で1点ルーズ6になってどのブロックをするのという、
はい、まあ、ここで合わせますね。これでどっちを殺そうか、うん、ま、ドレイン効果がある方を殺して4点食らって残りが2。で後続が出てきてゲームセットのように見えますが、ちょ、角前さん何かあるかなということを考えてますね。さすがに何もないでしょうと追加を出して、さっきと林選手が取ると、はい、角前選手が一歩取り返して勝負は 1-1、はい、そうですね、はい、3本目に移ります。ここに赤が加わってくるとまた話は違ってくるというわけですかね、はい、そうですね、赤もある程度濃くないとダメなんですけどね。なるほど。その赤のいいところでも悪いところでもあるのですけど、うん、あのサイドボード の、 そのコントロールとして振る舞えるカードが赤赤を要求するので、うん、タッチ赤では難しいんですよね。でも黒タンよりはだいぶ融通が効いてるようには見えますね。黒タン本当に思いつかないですからね、サイドボードで何かすごく有効なカードっていうのは、まあ、せいぜい強い助教を入れるとか。これは昔あった村八部がちょっと強くなった、なるほど、戦術1がついた過酷な精査ですか。第一ターンに打つにはなかなかいいカードですね、うん、というのもスルタエネルギーは基本的には第二ターンから2マナの強いクリーチャーカードを連打していくデッキなので、うん、このターンは浮きやすい。で手札がバレた上で顕在的防御も見えたので角前さん的にはゲームプランを作りやすいですね、うん。沼からエンド、今引いたバリスターは後半に隠しておくという形ですね。サイクリングからのならず者でしょうね。角松さん的にはここまでは見えていたカードなのでここからですねといった攻め方をするか。まずは3点から収集で、そうですね、2本目に怒涛の展開を見せておいて、うん、3本目は結構コントロールチックに動いている、うん、林さんもその2本目の動きに騙されずにサイドボードをしっかりこれに合わせてきている、いいですね、お互いに意思を感じられて結構好きですね、うん、こういうので、このターンでしょということで歩行バリスタで顕在的防御を構えてターンを返す。ここまで見えているカードの応酬なので、うん、角前さん的には顕在的防御は当然ケアをしていくはずです。はい、登場して2体で攻撃、そして防御が意味がないアタックをしていますね。で6点食らってしまう林さん的にはブロックに差し出すのかというところでしょうね。ブロックに差し出した場合一押しを使ってこのターン0点にするという選択肢があったのですが、通すことを選択してでターンがライフは11対20になりました。でヘビを出して次のターンまで迎えることができればバリスタで盤面を制圧ができるですが、どうでしょうか、それができるのかな。熊井選手あのバンっていう最後の三段がちらっと見えたんですが、はい、
とてもいいカードですね。この局面だといいカードですか。まだ使うのは早いかな。できることならもう一枚カードを引き出したいのですが、角前さん的には見えてるその顕在的防御をうまいこと糸を外す動きをさせたいんですよね。2体で攻撃、はい、エネルギーを使ってハンコンをつけるかどうかで、ハンコンつけました。で解決をしていいですかで解決をして、でこれで紛争状態になったというところまでは視野の中に入っていると思います。イタルキの桂を打つかどうか、はい、そうですね、イタルキの桂で守ってくる顕在的防御を一押しで弾くみたいなゲームプランでしょうか、うん、これはそうですね、打たせてでいいのかな。でここで一押しで、そうです、通常の状態だと除去ができなかった収集艇を破壊。林さん的にはライフが8まで落ちたのですが、ようやく待ち望んでたターンになったと。バリスタで、プラス1カウンターを巻きつき蛇の効果で2個乗せれるので両方とも殺せる、うん、おそらくですけどただ乗せて33にしてから攻撃してで蛇を立たせてエンドみたいな形でしょうか、うん、それが盤面だけ見ると一番いい動きに見えますね。あ、マナは黒緑を立たせた方がいいような気がしますが、一体で攻撃に向かいますか。蛇も行きますかね。蛇を向かわせるとちょっとバリスタを捨てないといけない状態になってしまうので、うん、辛いと思うんですよね。ああ、そっち側を残した。僕は3人を殺した方がいいと思うんですけどね、うん、ブロッカーとして巻きつきヘビーをこのままだと捨てさせられるので、これ結構うさんくさいそのブロッカーの残し方に見えますが、角前さんの方はもうやることないのでとりあえず攻撃してみましたで、何かトリックがあるんだったら使ってくださいねってことでしょうね。でそれでスルーで5に落とした。残してはまだもう霊気拠点なんで、うん、スペル呪文貫きですかみたいなのを考えてるのかな、 あり得るのかなみたいなことを考えてるかもしれませんね。さあこれ番中最後の三段ですが、はい、これが通ってそうですね、うん、で手札が1枚しかないしここでしょうみたいな感じで使って、でこのターン無防備なターンで残したカードが一番強い状況にマッチしてますね。講習会の収集者で追加のカードを得つつ、そうですね、この一ターンのラグはかなり大きい、うん、どれくらい伸ばすことができるか、かなりかなり復旧、ね、そうですね、殺さないといけないカードが多くなっている。ただライフが4しかないというのが、
林さん的にはかなり辛いですね、うん、3人が1体でも通っちゃうと、まあ、このシチュエーションは角前さん的にはクリーチャークリーチャーみたいな感じで展開したいのですが、墓地にあるそうですねタカリアがあんまり墓地が不足していて取れないというのがちょっと辛いですね。これで3人落ち込んだのでタカリアは絶対にブロックしないといけないカードになりました。墓地を確認してますね。はい、まあ、もともとブロックできないので通さざるを得ないのですが、ブロックできたとしてもここは通すと場面ですね。からのロックバリスタ4、これ角前さん的には一番 やられたくなかったカードですね。タカリアタカリアが両方とも殺されてしまうので、ドロー、うーん、いちいち微妙に噛み合っていない、つらい。ここで欲しかったのは軽い除去なのですけどね、角前さん的には。そうですね、おそらくなのですが、ただ攻撃してが一番いいかな、うん、そうするとこうなってヘビがなくなるのですが、解決に入ってしまうとバリスタが3ダメージを受けている状況になるので結構打ち込むことができない。ここで除去を打つみたいな形ですかね。前選手の手札にはブラスカのブロックが2枚入っていますが、はい、あるいはもう勝ちに行くのであれば収集手を出すというプランもあるんですが、そうするとライフが持たないはずなんですよね、うん、だからここでそうですね、侮辱を打ってそれに顕在的防御が刺さった。なるほど、無理ですね、これはゲームセットかな。おー、はい、はい、というわけで林選手見事顕在的防御、はい、効果的なポイントで、そうですね、2枚目の防御が最高のタイミングで、うん、ありましたね。